ソラリスの日の下には、ポーランドの SF 作家、スタニスワ・フレムが1961年に発表した SF 小説。最初の日本語訳は、1964年に、早川書房 SF マガジンに掲載され、1965年に、早川 SF シリーズで刊行された。2004年にポーランド語からの直訳が、ソラリスの題名で、国書刊行会より刊行された。惑星、ソラリスとして1972年に、ソ連で、ソラリスとして2002年に、アメリカ合衆国で、計2度映画化された。時代は未来。舞台は、異常な軌道を持ち、有機的な活動を見せる不可思議な海で覆われた、惑星ソラリス。主人公ケルビンは、惑星上空に浮かぶソラリスステーションに到着し、ステーションで発生する奇妙な現象と、海の謎を探ろうとする。ステーションに到着した研究員ケルビンは、専任者の一人であるスナウトに出会うが、なかなかまともな会話が成立しない。別の研究員ギバランは、すでに自殺しており、サルトリウスは自室に閉じこもっている。研究員たちは、ステーションに存在しないはずの人間が出現するという奇妙な現象により、精神的に苛まれていた。ケルビンの居室にもほどなくして、何年も前に自殺した恋人ハリーが死ぬ、直前の年頃の姿で現れる。謎の人間たちは、ケルビンら4人の研究員の記憶をもとにして、海が生み出したコピーだった。彼らが、客と呼ぶ。それは、一見人間のようだが、怪我をしてもすぐに再生するなど人間としてはありえない、振る舞いもする。ケルビンらはそれぞれ自分の客のオリジナルに関して強い情念やトラウマを持っており、客との生活で精神が蝕まれる。ケルビンはオリジナルのハリーの死への自責の念に苦しみながらも、ハリーに好意を持つようになる。一方で、ソラリス学の研究史を振り返りながら、海の真意を探ろうとする。顕微鏡でハリーを検査したケルビンの発見にヒントを得て、サルトリウスらは、客を物理的に消滅させる方法を考案し、準備を進める。ギバランが残した音声記録をこっそり聞いたハリーは自分が海に作られた道具であること、ケルビンに苦痛を与えていることを知り、サルトリウスの装置で消滅させられることを自ら選ぶ。海は客を送り込むことで人類に苦痛を与えようとしていたのか、好意を示そうとしていたのか、実験しようとしていたのか。ステーションでハリーとケルビンが培った愛情にはどんな意味があったのか。理解への道は果てしないが、ケルビンはハリーの喪失を乗り越え、ソラリスに残ることを選ぶ。ソ連時代のロシア語訳は、検閲によって内容の一部が削除されている。削除された箇所は全体の1割弱に及ぶ。飯田典和による日本語訳はロシア語訳からの重訳であるため削除された内容を含まない。沼野光義による日本語訳はポーランド語版から直接訳されたため全文が訳されている。ありがとうございます。